どうも東大王です。今日もどんな難問でも答えていきますよ。これ本番大丈夫だよね、このまま。着信もないのに携帯電話が振動したかのように錯覚する現象を何という。バイブドバイブ、ちょっと待って、ちょっと待って、マジの間違いです。よく答えてないのにピンポンってなるっていうポケット。違う、マジの間違いですね。どうも東大王です。今日はどんな難しい問題も答えていきますよ。ファントムバイブレーションシンドローム。正解。何でもいけますよ。元素記号で H2O は水ですが、阿部寛で言うと何？イロハス。正解。いきなり引っ掛け問題なんて、こんなのトリックで。何してんじゃん。そうめんと冷麦の違いは太さですが、クリームシチュー上田で言うとどれくらい違う？いや、もうそれ全然違いますよ。タピオカミルクティーと片岡鶴太郎ぐらい違いますよ。正解。うん、他にもね、あの熊切あさみと枝切りバサミぐらい違うよっていうとかね、いろいろ。ガスクロマトグラフ用検出器において有機リンおよびガン窒素有機化合物に選択的な検出器はサンドイッチマン富澤でいうとない。ちょっとないってか分かんないです。正解。本当ないってか分かんないです。問題、ズンを飯尾さんになって考えてください。はい。等辺三角形の内角度は最も大きい角度が90度の場合、残りの角度ぺっこり45度。正解。正解が嬉しくて。私そういう女一番嫌い。正解。全問正解。あれ2分。